ぜ来たんだ。なぜって、王子様と国王を助けるためじゃないか。お前たちには関係ない。関係なくなんかないよ。僕たち友達だろ。王子様と身分は違うかもしれないけど、1たす1は1よりは大きいよ。助け合うのは当たり前じゃないか。のび太、のび太さんの言う通りよ。おう、友達を見捨てられるか。ねえスネよ。お、のび太、いいこと言うじゃないか。王子様、これ以上の味方はおりませんぞ。わかったよ、みんな。ティオ、あ、じゃない、王子様。いいんだよ、ティオで。友達なんだから。ティオ。それにしても二人並ぶとややこしいね。本当だ。じゃあ、行こうぜ、ティオ。あこの谷を過ぎると湖、その対岸に闇の神殿があると聞いている。それにしても深い谷だね。谷底が見えないぜ。落ちたら大変だ。みんな気をつけて。ああ、行き止まりだ。ドラえもん、タケコプター。無理だよ。さっきの雷で電池が。この崖は。ごちゃごちゃ言う前に登ろうぜ。大丈夫だよ。ダメだ。助かった。大丈夫、間に合った。なんという術だ。先生、もう少し、もう少しです。ありがとう。危なかった。こんなことで死ぬような男じゃない。信じるんだ。まだ追ってくる。逃げるんだ。ジャイアン、早く。先生、必ず助けに。もうヘトヘト、走れない。ここまでは追ってこないだろう。あれだ。あれが闇の神殿だ。よし、クを取り返しに行こうぜ。待て、もうすぐ日が暮れる。夜の森は危険だ。でもクが、レディナは明日の正午まではクに手は出さないはずだ。どうして？食の儀式は明日の正午なんだ。よし、じゃあ明日に備えて今日はここでキャンプを張ろう。ちょっと待って、その前に、おしっこ。大丈夫、まだ大丈夫よ。一人で来いと言ったのに、余計な連中までついてきたか。王子を呼び寄せる餌を捕まえたというのに、必要なのは王子だけ。明日の食の儀式を邪魔する奴らは全て倒すのだ。ティオ、わがまま王子じゃなかったね。立派な王様になろうと努力してるんだ。本物の王子様って大変なんだね。あれ、のび太くん王子様になりたかった。ふふふふ。正午まで闇の神殿へ出発だ。